今回は、4月5日の調整で情報修正されたエクストラ調子点を紹介していくよ。武力上昇値が6部隊でプラス7、7部隊ならプラス8になったで。効果時間は 6.7 カウントと短めながら、高威力で押し込んでいける号令。号令タイプとしては、優越格闘や白馬の大号令、名門の大爆心、本王飛翔の曹操らと同じ数を並べてなだれ込む系統やね。本人の好調説もあるし、これらの戦法が得意な人におすすめかな。調子点自身で好調力を賄えとるから、構築パーツの自由度も高いし、楽しい計略になったと感じたよ。余談やけど調子点、人物の知名度はかなりマイナーやのに、エクストラカードがシリーズ最多タイの3種類あるのはなんか面白いよね。能率対で創作、周囲、創作の3種類。私をお呼びですか？まだやれるよ。無茶しないで。新たな秩序、天下の前に火落とす。行くよ。私をお呼びですか？無茶はしないよ。落とす。お願い。お願い。遊ぼう。お願い。みんな、ちょっと力
速やかに引け。行くよ。やだなー、寒いなー。引き落とす。みんな無事で。引き落とす。破壊する。ここは超指定を対象にするためにエーコを城に戻すよ。踏み越え。
鬼の生を勝ち取れ。みんなちょっと力貸してくんな。逃げ惑え。何をやっているんだ。我が命には届かん。黙れ兄さん。あとはゴー。うるさいこと嫌い。しないよ。あそこ。黙れ！行くよ！黙れ！何をやっているんだ。黙れ。みんな無事で。行くよ。毒を踏み越え、鬼の生を勝ち取れ。逃げ惑え。私の知り合いの話なんですけどね。みんなちょっと力貸してくんな。よっ！
リッサ。しんどいっす。黙れ。突き刺してぶん叩いて締め上げてやる。星さんは、早速閉じました。ダバレ！我が命には届かぬ。ダバレ！みんな無事で。俺は何をやっているんだ。多全号令の欠点としては、性質上1コストの槍兵や護衛を多く採用することになるから、こういった撃破数が絡む計略は相性不利かつくと感じたよ。風の声が聞こえました。みんな無事で。心まで渡しません。うるさいこと嫌い。一番槍は超春害がいただく。私をお呼びですか。行くよ。これが男性女の戦う術です。行くよ。みんなちょっと力貸してくんな。知らぬ花を育むのが我らの務め。黙れ。一生の不覚。
入りは禁物だ。行くよ。これが乱世の女の戦う術です。知らぬ花を育むのが我らの務め。行くよ。一生の不覚。楽しめたぜ。心まで果たしません。風に乗ってあなたのもとへ。ゴール解放ファスター。一番槍は超瞬害がいただく。ご視聴ありがとうございました。最後は壁では届かんから門に移動して、工場術で通すのが正しい勝ち筋やね。